親分はイエス様,エス様さあ今週もやってまいりました親分はイエス様この番組は宇宙万物の造り主十字架で私たちの罪のために死なれ蘇り今も生きている誠の神我らが親分イエスキリストについて語る番組です親分はイエス様とはもともと映画のタイトルですヤクザの人生を歩んできた人たちがイエス様と出会って泥沼の人生から救われて最高の人生を歩んでいます 私たちも最高の人生に変わりました。あなたの人生も変わります。アメン番組はツイキャスト YouTube で配信しています。コメントもお願いします。聖、え、書、ー、が欲しい方はお聞きのラジオ局に取りに来ていただくか、番組宛てにメールをください。無料で差し上げます。メールアドレスは 780-fm-naha.jp 780-fm-naha.jp です。 はい、ということで今日もよろしくお願いします伊沢市にあるゆいまる協会の牧師刑務所で警視庁に出会ったしんちゃんです早原町にあるあがん沖縄ベタニアっャあっ最近採血して看護婦にアドバイスをしたあっきーです看護婦に何のアドバイスしたの血管の一応看護婦って懐かしい看護師さん看護師さんね <laughs> はい。はい ハイバルチョンの沖縄ピタニアチャーチから来ました。はい。ミーです。はい、よろしくお願いします。いや、なんかフミーの声がなんか天から響いてくる雨より響くみたいな感じでね、エコーがかかってましたね。はめびっくりしびっくりしました。あ、そう。ヘッドホンしないかわからんね。あの、あの、今しあもれり。

イエス・キリストが天から下ってまいりましたっていう意味だってあもうもうそろそろあもっとくかみたいな感じで来たんだってはい、あんまくだりゃないはい、ということですけれども今日もよろしくお願いしますあ、そう今日クリスマスイヴ今日はイヴイヴだね、あもった時だねあ、あもる前ちゃんあもる前あもる前日ちゃんあもる前日か前日だねはい、そうですね今日はクリスマスイブということで なんかイブっていうのはさイブニングなんでしょイブニングらしいねイブうん頭痛じゃないってよあの、イブアタックースとかああいうやつそれは知ってた頭痛イブニングのことクリスマスイブニングでもあれねこのユダヤ時間的に言うたら言うたらもう今日日が沈んでしまえば クリススマに突入らららしいかかねねあ今日の夜そうそうそう日没から日没までやから今日の日没から日没までがイブで日沈んだらクリスマス突入っていうのが本来はね本来のあれなんだ今まあこのユダヤ歴っていうかユダヤ時代時間っていうかねっていうたらそうらしいわ聖書の時間はねそういうことなんですねまあまあややこしいからまあこう今12時24時区切りで ちょうどクリスマスイベントとかやったらさカウントダウンとかして23時59分ぐらいからちょっとやって543メリークリスマスみたいなことをやってるけど本来はこの日が沈んだ瞬間にそれをやらなかんなみたいな。そそううななんんだだねはい、ということで今日はクリスマスの話をしていく感じですかね。ははいい、ということで曲じゃなくは。 聖書の言葉はいどうぞはいルカの福音書2章11い今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですああメん今日ダビデの町で今日今日明日か今日の明日今日の夜ダビデの町で」 あなた方のために、救い主がお生まれになりました。ダビ,ダビデ町。ってどこダビデ町。ダビデ町。イスラエルの。ベツレヘムっていうところ。ベツレヘム。ヘムああ。昔ユダヤのベツレヘムで。うん、のベツヘムですね。そこで、そこで。生まれた。あなた方のために、にあなた方って誰ですか。私。

えー、ああはいごめんなさいねはいどうぞえー、っとあわかった,かったこれをこうしたらいいんだね、うん、はい。えー <laughs> お母さんのの幸幸せせそれは家族の幸せ私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます笑顔と真心を込めてお問い合わせは11 11アイレディースククリニックあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それが「ネタニヤチャージ」です 苦しんでいる人悩んででいいいるる人人悩一度訪れてみてみください沖縄ベタニアチャーチ。NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人シングルマザーの生活支援を行っていますより良い社会を作るため人々の絆を強くするため私たちはゆいまわるの心で活動しています弱者に愛の手を NPO 法人プロミスキーパーズ はい、はいということで、なんでこうなってるの、これ。はい、えいはい、えー、音声が乱れました、すいません。はい、えーとですね、はい、えー、あえーとね、メールが。来てます来てます。メール、お読みしますね。はい、えー、ストップ詐欺事件ちゃんさん、こんにちは。 えー、いつもありがとうございます、うん、メリークリスマスメリークリスマス,ス,マスって書いてある<ん> <laughs> メリークススいいでしょ僕は休養で昨日から大阪に来てますなよな。あ休養でね <laughs>、うん、リアルオレオレ詐欺事件の被害者の家に泊まってます <laughs> 実家帰ってるってことね <laughs> 実家帰ってるって言えよ <laughs> <laughs> びっくりした <laughs> ところで毎日恒例のキャンディーバッグあ毎年恒例の キャンディーバッグラまき大作戦今年は僕が通っている障害者施設で行うことができましたおーお<ー>そうなんだいい、ね、この人ね毎年あのえー、っと国際通りでバラまいてて、うん、ああバラ巻きおじさんみたいなじキャンディ巻きおじさんあ<ー>はい、はい、施設責任者の方にみんなにお菓子をプレゼントしていいですかと軽い感じでオーケーをもらい お菓子の下に教会のトラクトを忍び込ませて、と、教会のチラシね、案内をね、どさくさに紛れて、教会案内入りキャンディーバッグを職員と利用者全員にプレゼントできました。<laughs> <laughs> 職員に渡したらもうバレるさね。<laughs> <laughs> <laughs> また、うんえー、ロう話の方もいるので、うんえー、手話ダンスもやらせてくださいとお願いし全員クリスチャンじゃないところで完全アウェーの中で、うん、なんと君は愛されるため生まれたの手話ダンスを踊ってきました。ハルこのの番組エンンンディググソね 君は愛されるため生まれたのあれの手話ダンス手話ダンスを踊ってきたんだそうなんだイエス様チャンスを与えてくれてありがとう感謝ハッピークリスマスってハッピーなんないねハッピーだよハッピーかって聞かれていいかなはいえーということでララさんありがとうございますあと橋川さんはい 神の御子をたたえよ。アーメ神の御子をたたえましょう。イエスキリスト。バンザイ。バンザイ。イ。はい。ええということで、はい。ね。あ、メリークリスマスよね。メリークリスマス。ね。メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。メリーってどういう意味か知ってる？メリーさんのひつじ？うん。多分その。メリーさんの。その感じだと思う。その感じだね。はい。ということで、まあメリークリスマスだからね。あのまあクリスマス。 おめでとうみたいな感じだろうね。マルちゃんさん、メリークリスマス。メリークリスマス。マルちゃんさん、初めてですね。メリークリスマス。今日はは、花眼鏡で登場すると思っていましたが、ノーマルなんですね。ああ、何がね。あそうだよね。なんかたまにそんなので登場する時もあるからね。今年はコロナのせいもあって、街中がクリスマス感があまりなく、あっさりしているような、ああ、そうだね。あっさりしてるよね。 いつもさ、京塚の方行ったらさ、京塚の町を上げて、イルネ住宅街のほうか、ん、ね、うんうん、あそこ、もう楽しみにして行ったんだけど、うんうん、なんか町を上げてはやってなかったな。 あ個人的にみたいな熱狂的なイルミネーターがあのやってる感じだったあんまり人が来ないように来たら危ないから。来たら危ないかかもしれないけど。あんまりし見に来られてもね今来られても困るって感じなんだろうな。それでやってなかったわ。確かにねあのちょっといつもよりなんかイルミネーション率がちょっと減ってるよね。減ってるよね。ちょっとああっさり落ち着きみっちゅがちょっと落ち着き気持ち程度にやってる程度ね。 なん雲路のあたりなんかはちょっとあっさりではなくてまこっさりぐらいでやってるけどでもあっこもよあのね新しくできたあの海沿いの道なんやったかな海沿いの店浦添のほうの海沿いの新しいパルコパルコあっこそうなのインスタ映えっぽいのがあって映えるそうなんだあそこになんかレクサスの1500万円ぐらいの車があってそれ乗った俺。 せや、あ試乗、してきた。っ試乗っていうか、なんか、あの乗れるわけよ、運転席に。で、ピースして、写真撮った。乗ってますよ、できな、手合わせ、手合わせの時だ。はい。そういうのが楽しいんだよね、男の子はね。はい。はこの前もね、十日に、こっちかっこいい車、止まっちゃったよね。ああ、かっこいい車。めっちゃかっこいい車。さオープンカー。オープンカー、見たでしょ。超かっこいい。あの0 0千万ぐらいする車で。で。 かっこいいなと思ったら教会に用事がある人だったわけね、この人、教会の人がこの人のことを先生、先生って言ってたからこの人、先生なんだなと思って俺も初めて会ったけど先生、かっこいいっすね、この車とか言ってそしたら先生、喜んでここがどうのこうのとか言って俺も好きだからいろいろ聞いちゃってそしたらここがなんとかとかとかいろいろ説明してくれていや先生、かっこいいですね先生がかっこいいんじゃないですよとか言いながら。 そだからしんちゃん嬉しそうよちったかっこいい車止まってるでとか言ってからさ俺も慌てて降りて見に行ったもんねそうだよねあのわざわざ車から降りてきてかっこいいなって言ってなもう見たくて仕方なかったよねはいということではい感謝します何の話したあそうメリークリスマスですよメリークリスマスクリスマスってどういう意味なのクリスマスどういう意味なのクリスマス苦しみます 苦しまないでしょ。おめでとうございますよ。なんかこれね、あの言語がやの言語中か。お、ネタ。クリスクリスクリストマスクリスト。ストクリスストマスでマスっていうのがミサっていう意味やろ。ミサってまあカトリックとかで使う礼拝っていう意味やろけど。だから。 クライストはキリストのことだからキリストのミサっていう意味キリストのミサっていう意味ねキリストを礼拝する日あこれだ神の御子をたたえようだそうそうそたたえる日あさすが長谷川さんクリスマスですねそうそう神の御子をたたえようっていう意味なんだねあるこれ直訳なんか日本語のあ直訳かもなねさすがやねななるほどはい はははい、い今日クリススマの話ですけどもあとクリスマスって言ったら何思うかなクリスマスケーキ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 は必ず食うよね食うよねもう食ったんじゃないいくつかえ俺1個食ったよほんとあ俺もい1個食った1個食った注文したけども結構前に締め切られてあ注文が多すぎて間に合わないってやつそうそうそう みんなあのあれじゃのコロナ自粛で家でお祝いしようっうからレストランとかで外出しないでも家クリスマスをしてるんだなああそうかもしれない家でやってるから家用のケーキが間に合わないんだそっかそっか今年はそうかもしれないねえこの間教会の子供がさ小学校5年の亮太君がさ あの六十個作ってくるみたいなさ、六十個食べちカップケーキみたいなね、おいしいの、おえすごい料理もするんだね、料理もする、ピアノもする、野球もする、うん、何でもできるね、何でもできる、はい、えということでケーキね、そうそう、あれなんでケーキなのかな、ケーキでもね、なんか饅頭でもいいんじゃないの、饅頭、なんか一応ショートイメージないでも。 いちごショートっていうイメージだよね生クリームといちごと、うんうん、イメージイメージイメージ、ねうん、であのなんかおあのおなんていうの家が乗っかってるみたいなああのあ家とサンタクロースが乗っかってるみたいなあサンタクロースね、うん、ケーキのチョコでできた家みたいなあれはこの1975年ぐらいに某お菓子メーカーがなんちょうあのこの うういうブーメントムーブメントを起こしたっていうか某,某お菓子メーカーっていってあのなんかケーキ作るそそそうそうそう,そうお菓子屋さんなんか,なんかあのアッキーの T シャツにペコちゃんみたいなの書いてあるけどまあまあまあそこなんやけど、ね、マそこが結構なんちう頑張って、うん、クリスマスケーキ文化を作ったのもでも大正ぐらいからあったらしいけどその時代はなんか,、うん、なんかちょっとあの高級すぎてい一般的じゃなかったら、ね。 そこのそのペコちゃんとこのメーカーさんが頑張って行くようにって言ってんかそのしたのがそうかじゃああのペコちゃん頑張ったね感謝やね一般のところにもクリスマスがそうクリスマスっていうのもだからもっと祝いやすくなったんちゃうかなのああなるほど感謝感謝のつげでじゃあ日本的なのかなじゃあヨーロッパは結構 ケーキ類食べるフランスとかやったらブッシュ・ド・ノエルってあの、ロールケーキうそにチョコレートにガらしてとかドイツやったらシュート・レンとかうパンの上にそう、イタリア、白い粉がのってたう白い粉。 でまいろいろなんかねあんけどそのブッシュのノエルっていうのはね一応由来的にはこのイエス様の誕生を祝おうっていうケーキやんかこれだからこの誕生して何かこう赤ちゃんが寒いからこのなんちゅうこの薪をイメージして作られたみたいへえっていうまあ言われがあるみたい薪薪フランスではそれがそそううクリスマスケーキだから薪の形してるみたいああ

まあ言うたら白と赤とちょっと緑のなんかこんなはいなんかクリスマスでその色って感じするよねその3色がでもこれも何やかんって意味があるみたいでね白と赤と緑白と赤と緑まずね白は純潔って純潔純潔混ざりもんがない清く混ざりもんがなく悪いもんが混ざってない ああ、なんかいい覚醒剤みたいな。そうそう。そう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 面白い子だから。またね。すごいな。あの、聖書にさ、神の言葉は混じり気がないって書いてあるよね。ね。純粋。純粋ね。神の言葉は純粋で混じり気がない。それをなんか象徴してるみたいね。あ、そうなんだ。あの、イエスキリストはさ。ここ書いてあるよ。あの、第一。ペテロのね、手紙のね。 第一高いスペテロ,高いスペテロ、えー、第一2、うんえー、二章を22節、こう書いてある、えっ、ー、とね、キリストは罪を犯したことがないって、あ純潔なんやな。純潔うん、人間はみんな罪を犯すじゃんね、うん、なんか嘘ついたり、バンクつったりとかさ、かね、愚痴、ね、ったりとかね、はいはいうんうんで、キリストはね、罪がなくて、その口に何の偽りも、あ 嘘もつかなかった何の偽りも見出されませんでした、うん、罵られても罵り返さず苦しめられても脅すことをせず正しく裁かれる方にお任せになりましたあそうなんだねんそして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためですキリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですあン そうイエス・キリストが罪のない純潔のイエス・キリストが死んでくれたのは俺たちが罪から俺たち罪を犯してるんだけどここから救われて俺たちが純潔になるためなんだそう言うたら俺らの混ぜ物を取ってくれるんやね混ぜ物を取って純潔にしてくれるやね不純物を。 すごい,、ね、い,いなでも本当にそうだよなまあねんかあのさ日々のさ生活の中でさ、うん、神様がさ「ここ直せよ」みたいなこと教えるでしょ<ー><ー>確かに教えるよね、うんうん、今直すとかあんた今直すとこここだよみたいな、うん 押しつくるじゃん、うん、それで「あそうだよな」って言ってさそこを直すのに取り組んでさ「また失敗しました神様ごめんなさい」とか言いながら <laughs> やってる前日さ <laughs> <laughs> まあね日々なんかそういういろんな問題がありながらね、うんうん、でも神様ごめんなさいとか言ってるうちに、うん、なんかあそういえばあんなことしなくなったなみたいな。うんあ 感じじゃないだんだん純潔に近づいてじゃないよちょっとずつ混じりもん取られててよねエス様によってね俺とかアッキーの場合は混じりもんの方が多かったから大変だけど分かりやすくんちゅうも、多分半数を超えてるぐらい混じりもんが多かったからねまあまあそれの白っていうのがそのんちゅうイメージカラーというかクリスマスの白に当たってで今度。 緑。緑。緑。グリーン。ええ、なん、どんな意味がある。の永遠の命って。ええ、そうなの。緑が。緑が。エバーグリーンだ。エバーグリーン。エバーグリーンって言うでしょなんか聞いたことある。聞いたことあるよね。エバーグリーンっていう、なんか、会社とかもありそうだな。ありそうやね、なんかね。ありそうだね。なんかエバーグリーン。なんか。

のどうぞはいはいはい柳の福音書3の16神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるああめね、はい、今今んか天から響きてきたなそ,うそうね ちょっとけどあれ「ローさんちびっこをクリスマスに喜ばせると後にサンタになるからいっぱい喜ばせようぜ」ってちびっ子クリスマスに喜ばせると後にサンタになるんだああサンタ養成所みたいなねなるほどねそうだよな受けたものを与えられるようになるんだよなやっぱ人間はまあそうやって育てって そうやって育ったから大人ったらそう自分の子でもするようになるよねぶんねそうだよねいい循環作るっていうのいいですねねえさんねいいですねああ感謝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 はいでまあそして最後は赤赤赤これがあの愛愛永遠の愛父なるあがぺーなる愛っていうことなんて何とも言えない無条件の愛無条件のね愛とあと「ち」ってあちちち クリスマスに「ち」って言ってるけど血液そう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 うんまあそうなんだねんでこのクリスマスに「ち」っていうのが出てくるっていうのはやっぱりあれかなやっぱりこの「愛」と「ち」が十字架の「償い」っていうところにあるんかな「償い」「あがない」「愛」「と愛」「があるから神は愛です」って書いてあるな聖書に「神は愛」ですそうそう 書いてて、あっは何十字架の十字架でイエス・キリストが流された「地」ですね。っていうそういう意味があるんだね一応ねクリスマスのカラーにはただなんとなくポインセチアとかさクリスマスの時期に咲くじゃん。ぽいカラーぽいよな赤と緑でさどっか借金とかんか行ってもさみんな赤と緑って感じじゃん。 あの意味まあまあ人間が考えて作ったもんやけどまあ、うん、聖書からこういうのを取ってるんだね。そうそうそう。あなるほど。えっ、ー、とね、こう書いてありますよ。うん、エペソビトへの手紙1章7節、うん、この方にあって私たちはこの方ってイエスキリストのことね。うん、この方にあって私たちはその血によるあがない罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。あーあー。 血によるあがない、うん、罪のさっきあの高いスペテルも言ってたけど<う> <laughs> これもねあの血このイエス様が、うん、罪のないイエス様が俺たちの罪の身代わりとなって重視権にかかってくれた。うんうん これによって、本当は俺たちが受けるべき罰をイエスキリストが受けてくれたから、もうその罪を許してあげますよってことでしょ、うん、そうそう、うん、これは神の豊かな恵みによることですと書いてありますね、あうこういう意味なんだね、赤と緑と白ね。な、うんとなく、なんとなく、なん,な,くなんか、イメージ的にその赤、白、緑っていうのがあったけど、ちゃんとなんか、ちょっとだけインターネット、ちゅっと作れてきたよ、ね、る 血によって赤くなるんじゃないの?ねうん。血によって白くなるんですか?。白くなるみたいよ。え、そうなの?。うん。心が。うん。心が白くなる。うん、なるほど。ね。あ<ー>。黒い。心。どうせ俺なんかこんな罪人だしみたいな。感じで生きてきた。 どうせ俺はもうこういう考え方しかできないや、うん、畜生みたいな感じで生きてきたのが、うん、イエスキリストが俺のために死んでくれたっていうのを知って、うん、それを信じたら、うん、イエスキリストの血がその血が。 汚い心っていうか、あの不純物をね、イケた心、イたしょうもない心とか、文句言う心とか取ってくれるよね。流してくれるんだね。白くなるね。白くなるんだ。だんだん純潔になってくる。でも繋がってるもんね。本当だ。とてもありがたいじゃないですか。クリスマスってギュッてしてるもんね。この聖書ね。本当だな。はい。ということで、スカッピーさん、ハレルヤ。いつもお祈りありがとうございます。今体調も悪くなく入院中です。ああ、そうだ。イエス様が癒してください。 ありますね。はい、え、こん、今夜ありがとうございます。はい、え、ということです。はい、え、なんか面白い話どうぞ。何んか面白い。で、あと、あとこのね、言ったらなんうかな。リースとかも、あ、リース、リース、リースってあれで、レンタル、レンタルじゃなくて、丸い丸く輪っかね。あれもこのイエス様が十字架にかかる前に、茨の冠をかぶったっていうところがあって、うん。 あだからそのあれあれそのリースとか絶対この赤い花入ってたりとか、うん、緑の何か入ってたりってにも、うんあうん、そうそうだからその十字架もともとは,はでもあのなんか枯れた鶴みたいなののリースもあるよね枯れた鶴鶴でなんか鶴ぐり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 あ,<ー>いあれぐり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 ぐ を元にされたみたいな元はそれなんだねそうそうここから来たっていう説もあるみたいだから何もなしに何か意味があってやっぱあるやなってクリスマスこうああそうなんだうんはいはいあのーん 副印象、また服。またい、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 またなんかちょっと、どっか、のまってたね。ね <laughs> だいぶね、だいぶのまってたね。うん、えっと、またい、副印象、またいの。ノ脳抜けた、変やね、なんかね。脳ン抜けた、変だな。うん、また服だったら、まだ、いいけどな、うんうん、まだいいか。<laughs> また服、に、えっと、二十七の二十九、お願いします。はい。 それから彼らは茨で冠を編んで、イエスの頭に置き。右手に足の棒を持たせた。そしてイエスの前に跪きユダヤ人の王。ユダヤ人の王様万歳と言ってからかった。あーね。はい。はい、という。結構ね、侮辱。侮辱されてるよね。そうだよね。何も罪もないのに。 まあまあそれの象徴的なとこからリースを起点かな。うん、はいえー、ということですけれども。うん、はいえー、曲行ってみましょうか。はい。はい、えー、では、えー、ちょっと待ってくださいね。雨には栄えという雨ね。あさっき雨も雨あもりじゃなくてなんだっけ。あ雨あもり。雨あり。雨降りるこの雨ね。うん、天には栄えがありますよという。 うん、ありますようにという歌ですね。はい、お聴きくださいな、どうぞ。 お母さんの幸せそれは家族の幸せ私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます笑顔と真心を込めてお問い合わせは11 11アイレディースククリニックあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それが「ベタニアチャージ」です 苦しんんででいいいるる人、悩んでいる人悩一度訪れてみてみください沖縄ベタニアチャーチ NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人シングルマザーの生活支援を行っていますより良い社会を作るため人々の絆を強くするため私たちはゆいまわるの心で活動しています弱者に愛の手を NPO 法人プロミスキーパーズ はイエス様あり。ちょっと流れたね。はい、ちょっと流れた。なんでかな、これ。2回行くようになってるのかな。はい、えということまあね、まあまあ、このハローさんのメッセージで、ちびっ子クリスマスに喜ばせると、後にサンタになるから、一杯喜ばせようぜっていうことで、やっぱクリスマスサンタクロスってイコールするよね、結構。後にサンタになるって、どんだけクリスマスで喜んだんでしょう 秋、喜んなんかの、なんか、よく、よくない、もう、どんだけサンタになってるか。毎年今日もサンタになるよ。あ、今日もサンタになるんじゃないの。あ、そうなんだ。なるかな。なるよね。今日、なんかあるんでしょう。キャロリングがね。新しい、新しい教会の下で。はい。 まあ、この時期やからよそは回らんけどそうだね教会のところでねいろんなことをしますいろんなことするなんか二人羽織とかそうなんで二人羽織とかまあまあまあとりあえずみんなで歌歌ったりとかははいいベル鳴らしたりとかピンポン出し違うでマンションのベル鳴らすんじゃないんだけハンドベル鳴らしたりとかそういうのもあるけどね えというのが今日の夜7時半ぐらいですか7時過ぎぐらいかな7時過ぎぐらいですかもし近くに通ったらちょっとまあ運良ければサンタの俺が見えるかも見れるってなんかも似合いそうだよねもう見るからに ほんま今年は髪の毛なんゅこの時期じゃよからほんまに真っ白に染めたろうかなと思っちゃったからねああひも伸ばしてひげも白く全部染めようかなと思っちゃったやんほにそしたら盛り上がるだよなそうそうそうもなからサンタといえばさあのサンタクロースあサンタクロースについて俺だいぶ知ってるぞ マジで俺超詳しいなんか俺サンタと連れぐらいの感じで言うてくるけどさ超詳しいごサンタについてはサンタはねサンタクロースっていうのはさフィンランドっていうの知ってるでしょフィンランド外国ねフィンランドの中でもラップランドっていうとこあるわけよ よよよラップランドっていうとこの出身であのあれねサンタクロースっていうのはほんとは本名は銭湯に暮らすっていうんだって銭湯に暮らすぐらいだから風呂屋の三助ってことだと思うんだけどあのこのサンタクロースはさトナカイのソリに載ってるじゃん。 あれトナカイはさ、真っ赤なお花のね、暗い夜道はピッカピカになってやるでしょ。あれ、考えてみてよ、鼻が赤いぐらいでさ、暗い夜道見えると思うああ、子どものときそう思わんかった鼻が赤いぐらいでそんな見えるわけねえよなとか。考えてみたらそうだね。あれね、あれはね、科学的に証明されてんだ今。えなんて。あれね、トナカイは、実は寒いとこの動物でしょ。だから、あのね、川がね、熱いんだよ。 体温逃がさないように<ー>だから鼻はそういうわけいかないじゃん<ー>鼻はむき出しだから<ー>だからこっからどうしても体温が放射されるね、うん、で<ー>この熱が一応赤外線を走ってるわけよ<ー>でサンタクロースっていうのは赤外線カメラみたいなものを持っててそれで一応くあのみんなは真っ暗でもこの鼻から出る 真っ赤なお花のトナカイさんの赤外線で全部見えるようになってるわけだって言うたる赤外線カメラ月き員やったんや月全天候型短距離離陸垂直着陸ができるソリに乗ってるからまあねすごいねすごいでしょそれで超高速なんやろ多分世界自慢で超高速超速超速いんだけど今年はね皆さんの家にまだ来てないはず なんでかっていうと、一軒一軒回るときに、今、消毒しながら入ってるから、回るのに超かアルコール消毒しないと、すぐパッと入る前に、やっぱり、あの赤外線をアメリカ軍が、この人工衛星とかね、イージス艦とか、地上レーダーとかで、早期警戒機とかでね、監視してるんですよ、監視してて、アメリカに入ってくるときはさ、事前に通達しないといけないって、領空侵犯だから。 だからそうするとアメリカの国境のところまで来ると戦闘機が迎えに来るんだってそしてエスコートしていくんだってそういうことになってるんですよで今さ日本の出雲っていう護衛艦あれを空母にしてでこの F35B っていう戦闘機を乗せようやっていう話してるでしょあの F35B っていう戦闘機は実はサンタクロースの追跡のために作られたって言われてる 次げーなんか面白い話やけど何を突っ込んでんか分からんぐらい相当頭の中でできるけどどこを何を突っ込んでんやろっていうかさサンタクロースの服はいつもケバケバしてるでしょ売ってるやつはあれは嘘だよあれ本当は消防士みたいな服の耐服じゃないと煙突から入れないじゃん

バイトして、バイトじゃなくて自営業でね、あの生肉店やってるんだ。で、あのよくさ、本物本格的な肉屋行ったら A ロース B ロースってあるでしょ。あのサンタさんの店はねーロースまであってね、サンタクロースってなって。はい。サンタ。どこまでネットなんかどこまでほんまなんか。やばく詳しいね。詳しいでしょ。詳しい詳しい。はい、ということで。でもな、これサンタさんでね、クリスマスプレゼント。うん。プレゼントだよね。プレゼント。プレゼントの日でしょ。うん。 でまあケーキ食べたりとか、うん、チキン食べたりとかでもこのケンタッキーが流行ったのはねあの大昔あのアメリカから来た軍人さんがなんかが、うん、アメリカ人はこの七面鳥を食べるわけね、うん、あ食べる感じするよねそうそう七面鳥っていう、ね、なんかいろんな時祝いの時結構七面鳥食べて、うん、で日本に七面鳥売ってないからあの、うん ケンタッキーとかチキンでええかなみたいな感じで大洋大洋でなんちょなったみたいあそうなんああなんかチキンっていうイメージだもんね日本ではねえ大洋品なんだそうそうそうでも七面鳥も元々はどっかから入ってきた大洋品でもともとはガチョウをふってたみたいでガチョウガチョウガチョンじゃなくてガチョウダ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 チョウでっかい足の太い そうそうあんなでかいの食ってたなそうそうダチョウとか乗りたいな乗りたいね速そやもんね二足歩行で飛べないけどうんえそうなのあんなのそうダチョウ乗ってたらダチョウ食うてたらしいよクリスマスにそれがなんか代用品で飼育がしやすいっちゅうことで七面鳥になったらしいそうなんだそうそうダチョウの卵とかあるじゃんあれクリスマスツリーにぶら下れてダチョウの卵じゃないのあれ あああだあれあれクリスマスツリーねあの丸っこいのはねオーナメント丸っこいのあれらしいよあの金あのこの初めに出てくるアダムとユバが食べたこのなんちゅう食べたアカンキのみを意味しているカミさ食うなって言ってたやつそうそうそう禁断の果実そうそうあるマジで数々は出てくるのそうそうクリスマスツリークリスマス数々まで入ってたそうそうえんであのあれさクリスマスの一番上って何がある クリスマスの一番上、食じゃない。クリスマスツリーの。クリスマスツリーの一番上には、大概。星。星。星がある。星。これも聖書に出てくるよ。星が出てくる。そうそうそう。東の。博士さんが。東木の博士って日本人ですか。そう、東の博士さんが。あの。 イエス様が誕生した星を見つけてくるわけよねその星を象徴してるらしいこんなうなんだそうそうへえんぐうんでまあクリスマスプレゼントっていうのもそっから来てるんだ。ああこれなんかまた服に出てくるよなまた服福音書また服一章一章だった二章だったええ二章だねああ来た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 えっとね うーんイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレームでお生まれになった時見よ東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったあ東方の博士たちはそうそう王様として生まれた人どこにいますかって言ったの、うんえー、東の方でその方の星を見たので拝みに来ましたよって言ってそうそうでその時に えー、見つけて、うん、この,こあの幼子をあもう幼子になってねちょっと成長してるんだだって星だからだ、ね、エルサレムから東の方から来たっていうことはさ、うん、東のだから日本から来るっちゃだいぶそう可能性あるよね、うん、だからまあちょっと時間もちょっと時間が経ってから着いたよね、うん、その時にプレゼント持ってきたのがクリスマスプレゼントにつながっる、うん、なるほどあ<ー>宝の箱って書いてあるわあ<ー>ひれ伏して拝んだ 幼子を見てひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて。黄金入稿役を贈り物として捧げたんだよ。黄金ね。黄金金金金金分かる。金一封だ。はい、現金。現金。まあまあまあ。金ゴットとかそんなんやったんかな。入稿ってやね。ん入稿。入稿。あの。父って書いて。香り。香り。お父さん。 あ、違う牛乳の牛牛乳の牛に香りだあのか香るものだ香る、なんかお香みたいなやつ香みたいなやつねで、もつ焼きそれは博多で食うやつ博多で食うあれ美味しいよねもつ焼くっていうのは薬薬好きだったんだまあ何の薬何の薬ですか あのあれ防腐剤的なやつかななんだろうこう防腐剤ああの死んだ時のやつ塗るなるほどねなんか生まれたところに死んだ時に塗るもん持ってったんですかうんなんかすごいねじゃこれなんか新生児おめでとうって言ってお花で持ってってる感じあれじゃあのあの誕生祝いの お金と恒例を一緒に持ってきてみたいなそんな感じだよねなんでこんななんんかか持ってたですこれはでもアレちゃんこのさっき言った十字架の贖いによるの東の博士は分かってたわけよああこの方が僕らの身代わりとなって死んでくれるって知ってたからその準備なんだ その準備やったよねぶん多分母ちゃんの分からんかったって何でもつやくやねんと思ったよね多分ねそうだろうな生まれたとこにってそうだよねうんということで、うん、あの今日の聖書のことはルカの福音書2章11節をもう一回あの風、ー、味お願いしますルカの福音書福音書11節今日 はい、今日はダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。はあ、め、はい、救い主が生まれたということでね。まあやっぱり最高のこのプレゼント、オレンジってのプレゼントやっぱりこのイエス様が生まれてきてくれたことかな。そうだね、ね、そうだね、救いがね、人としてね、うん、でこう十時間に、うん。 かかって死んでまた蘇ってくれたことが、俺らの罪がなくなっていくし、こう変われるからね、うん。やっぱこれが一番のプレゼントたかな、うん。そうだよね。イエスキースだから普通の人もさこう何て言う、イエーイみたいな感じじゃなくてちょっと意味を知って、あイエス様ありがとうっていう気持ちでクリスマスを祝った方が。 そうだねそれは本当の祝いい方ってう感じだねなんかクリスマスパーティーって昔とかやったらさなんかねディスコとかで言って「イエーって言ってもまたその場で終わりだもんななんか「イエーっつって飲んで騒いでさ次の日はさ「うわ飲みすぎた」とやったな痛い」と言ってさ大変クリスマスあげと正月あげの二日よみたいなねそうそうそうじゃなくてねやっぱこう本当のこのクリスマスだから家様に感謝してね生まれてきたことに ていう気持ちを持ってクリスマスを過ごした方が。うん、うん、幸せになる。幸せにな。なんか日本って。恋人の日みた。ああ、はいはい、はい、恋,<び>恋人にプレゼントを渡す日みたいな。なんかそれだと恋人,れだ恋人いない人はなんか嫌なクリスマスになりそうだから。なんだっけ。クリボッチ。クリボッチ。 本当の意味を知ってた方が別に別に恋人彼氏彼女が何でもいいってことよね別にこれもなんか昔のこの年末商戦のあれがなんか林立ててクリスマスにはプレゼントみたいな感じで大事な人にみたいなはいということで今日ダビデの町であなたのために救い主があなたのために救い主が生まれました あの本当にもう在籍間とかね、うん、あのなんかいろいろあるでしょ、うん、あの例えば死にたいっていう人とかね、うん、あの依存症でやめられないとかさなんかが心が重たいとかねあそう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 、うん、そういうあなたのために。 あなたのたたのめに救い主が生まれまれしたこの方こそ主キリストですと言ってクリスマスは本当にこ,のこういうなんかもう自分ではどうしようもないところから救ってくれるイエス・キリストが生まれたっていう素晴らしい素晴らしい日、うん、ということです、ね、生まれた日っていうか生まれたことをお祝いする日,、ね、お祝いする日っていうことです、ねね、こういうに載ってないからね誕生日だけはね。ということでぜひですねイエス・キリスト生まれたことを感謝してね。 お祝いしていただきたいと明日ねみんなこんばんからすのかなはいということであっという間の一時間でしたおあ今日ねゆ U まる協会の方でもやるキャロリングはいはいやるんですよはいなのであのまあイトマン近くの方はゆ U まる協会7時ぐらいからかなハイバルに近所の人はうん ニアチャージの前を通っていただければ、はい、7時過ぎごろから何かしてます。はい、ということで、えー、聖書の中でイエス様はこう言われます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。 イエス・キリストは、教会はあなたを歓迎します。何でもできる本当の神様、イエス様があなたの問題をすべて解決し、あなたを祝福してくださいます。なぜならイエス・キリストはあなたを愛しているからです。あなた愛されてまーす。あめ。番組では国際ギデオ協会の協力に聖書を配布しています。お聞きのラジオ局にお近くのお住まいの方は、スタジオまで取りに来ていただければ、その場で差し上げます。 遠くで取りに行けないよっていう人は番組宛てにご住所の名前を記載して聖書頂戴とメッセージを送っていただければこちらからお送りしますもちろん無料ですまた YouTube にアップしています親分はイエス様と検索してくださいはいということで今日もあっという間の一時間でしたけど皆さん最後までのお付き合いありがとうございましたそれでは良いクリスマスをお過ごしください一週間元気で過ごしてくださいねまた来週お会いしましょう親分はイエス様